食べることが好きで将来も食に携わりたいと考えていたので、この栄養学科を選びました。将来地元の島根で働きたいなと思っているので、より地元に密着した学習ができるなと思ったからです。給食系管理実習という授業が印象に残っています。地元の方に来ていただいて、地元の食材であるしじみを使ったしじみ汁を実際に作って食べたことが印象に残っています。1年生で行った調理実習です。初めて自分たちで献立を考えたので、給食の献立を立てる作業にもとても活かされているなと思います。調理実習で家では普段作らないような料理も作ることができます。公衆衛生学の授業が多くて、島根の地域全体の栄養のことなどをより学べるので、将来地元に貢献したいなって思っている人にとても向いていると思います。看護学生の生徒と一緒に学ぶことができるので、将来の多職種連携をより意識して学習することができていると思います。食事に興味があるので、授業の合間に友達と行ったことのないお店を巡るのが楽しいです。ダンスサークルのみんなで学園祭で発表することがすごく楽しかったです。放課後や朝集まってみんなで練習を重ねて、本番はいつもより可愛い衣装を着て可愛い化粧をしてみんなでキラキラのステージに立ちました。管理栄養士の受験資格だけでなく、栄養士や食品衛生管理者、栄養教諭一種免許を取得できる環境が整っているところがいいところです。この学校は本当に校舎も綺麗で景色もいいので、とても気持ちよく勉強できます。この学校で学んだことを生かして、地域の方の役に立つ仕事ができるような人になりたいと思っています。将来は広い知識とか技術とかを身につけて、型にはまらずいろんなところで活躍できる人になりたいです。